それでは今日はありがとうございます。スズマルです。頑張ります。最後までよろしくお願いします。一人歩けばいつもと同じ
街より照らされているアスファルトの Special Day。主催のツースマイル、ギターボーカル担当してます久保田健作です。改めましてよろしくお願いします。相方の今日は音響をやっておりました中俊健太と申します。最後までよろしくお願いします。そして今日は、受付をやっております。メンバーです。よろしくお願いします。7回目を迎えました。7回目をやるぐらいありますよね。お前朝の校長先生かお前。おはようございますみたいなね。ここ一番ダメでしょ、裏返っちゃうね。いやもうステージがすごくてもう緊張してるんですよ僕も。いやいや絶対してない。家をするたびに緊張しますね。緊張するよ。今日の出演者はね緊張するよ。みんな上手いよ。あの人全部やってました。緊張しました。緊張しました。緊張したら差が落ちる。言わせるのわからんよ。緊張ね。あとからジャジャ来るみたいな。ということで、ツースマイル主催、元気の源というイベントなんですけども、先ほどいろんな出演者が言ってました 3.11 の、 あの大震災があってから、僕たちもなんか、音楽で、元気になること、できることがあればいいなと思って、このウッドストックさんとの出会いをきっかけに、イベントを企画しました。今日で7回目です。出演者の方出演していただいてありがとうございます。そしてたくさんの、お客さんが来ていただいて本当にありがとうございます。皆さんの元気の源が、人それぞれ違うと思うんですけども、音楽であったり、好きな人と過ごすことであったり趣味のことをしたりとか、いろいろあると思うんですけども、その中で、僕たちも音楽をやっている以上何かね、音楽で、届けれたらなと思って、企画をしました。昨年はですね、僕らも被災地に行って、宮城県の女川町とか、石巻っていうところですね、あの沿岸全てが流されたところなんですけども、そこに実際に行って、現地の人に案内をしていただいて、実際どういう状況なのか、そういったものを見て、でこうやって広島に帰ってきて、思いを届けていこうというイベントにしております。少しでも賛同していただけるように、今日もね、たくさんの笑顔が出て、皆さんが元気になって帰ってもらえるように最後まで一生懸命僕たちも歌います。最後までよろしくお願いします。それでは、セリザの曲、いろんな傷つくこともあると思うんですけど、それを乗り越えるのは時間しかないよっていう歌を歌わさせてください。心の傷の癒し方。やっことができるのはお金だ。
盛り上がったという歌でした。ありがとうございます。カウンターの皆様、防止率が高いですよ。防止カメラってこちら見たら同じトリオみたいに見えますよね。俺の帰る家は絶対あそこだと思いますよね。それではこの勝利を近くに、そんな感じの、僕たちもオリジナル曲を中心に、80曲、近くありまして、ね、それを引っ掛けて、広島県を所狭しと東は東区、西は西区、幅広く活動しております。意外に狭い、意外に狭い、だから今日は西区、西の端ね、はい。